それではテクノロジーセッション TS4 ネガティブエミッション技術に移りますまずモデレーターのご紹介をいたしますデビッドサンダロー先生ですデビッドサンダロー先生はコロンビア大学世界エネルギー政策センターの創立フェローですコロンビア大学国際関係公共政策大学院エネルギーそして環境部門の共同ディレクターでもいらっしゃいます こののセッションのスピーカーカをご紹介いたしま,すまずジュリオ・フリードマン博士コロンビア大学世界エネルギー政策センター上級研究員杉山正弘教授東京大学未来ビジョン研究センター准教授シュチ・タラティ博士米国エネルギー省化石燃料炭素管理オフィスチーフです。 そして秋元圭吾博士地球環境産業技術研究機構システム研究グループグループリーダー主席研究員でいらっしゃいます。タラッティ先生は今回ビデオでの参加となります。しかしディスカッションにはご参加なさいません。それでは早速サンデロ先生お願いいたします。 ご紹介どうもありがとうございましたこのセッションにようこそネガティブエミッション技術についてお話をします気候変動ということでは最も重要な技術の一つですまず基本的なところから始めましょう一番基本的なところからです大気における温室効果ガスというのはこれまでの人類の歴史の中で最も多くなっている そしてここれから先も増えるとということですそして世界の大気の温暖化に寄与している国の70%というのがゼロエミッションに対してもコミットをしているそして企業も多くしているそれはいいニュースです。しかしながらそこにたどり着くパスというのがまだはっきりしません。 これから先化石燃料といったものの使用を減らしてそして発電に関しても同じような努力をするということはいいんですが他の業界例えば航空農業そしてその他の産業界というのはパスがまだはっきりとしません。さらにこのセッションにおいて重要なのはこういった排出量を減,る減らすというだけでは足りないということなんです。 最終的にゴールに達成するためには CO2 を大気から回収していかなければならないということです IPCC のレポートでもこれは明確に正確されています 1.5°C の目標を設定するために全てのパスウェイというのは 1.5°C の目標に向かわなければならないそしてこれはオーバーシュートを許さない CO2 の回収を100から1000ギガトン まで20世紀にしていかなければならないということですダックであったりそれからあ、エフォレステーションであるとかその他のさまざまな技術が必要ですこのようなことを全て相当院でやっていかなければならないネガティブエミッション技術というのはただ単にこのセッションのトピックだけではなくいくつもの最近のロードマップで取り上げられております Icep によっても取り上げられております。え、そして最初のスピーカーがこの共同著者でもあります。もしこのトピックにご興味があれば、i c e f のロードマップの Icep のロードマップでディレクトキャプチャーバイオマスカーボンリムーバルストレージのところを読んでいただきたいと思います。 そして今日発表している炭素、鉱物化のところもぜひ読んでいただきたいと思います。ということで、この分野における世界のエクセンモンカーの一人であります、フリオ・フリード・マ氏にマイクを渡します。ありがとうございます。今回参加できて本当に嬉しく思います。プレゼンテーションを始めたいと思います。皆様、こんにちは。 ICEF にてお話しする機会をいただきありがとうございますネガティブエミッション技術についてそしてそれがどのように拡大していくのかどれだけ急速に拡大しなければいけないのかお話ししたいと思います私たちは基本的に失敗したんですこれは昨年のカリフォルニアです根本的に私たちは失敗し時間がありませんそしてネットゼロの道は容赦がありませんネットゼロの安定化を達成するためには世界どこでも アンエミット排出停止またはどこでも完全に世界的に削減しなければならないこれは非常に難しいことです現在私たちは毎年510億トンの温室効果ガスを排出しています気候安定させ1.5度の情報に上昇に抑えるためには今後30年でゼロにしなければなりませんこれは本当に難しいことです その理由の一つはエネルギー使用による排出を全てゼロにしたとしても約25%残る部分があるからです。削減できない排出量というものがありそれは非常に難しいものです。またどんな種類のエネルギーでも使用量が減ることはないはずでこれらの排出量を取り除き削減することは極めて困難です。ですかららもしし失敗したら もし私たちがエネルギー排出量の削減に失敗したら除去すべき排出量が増えることになりますそれがネットゼロの問題です CO2 排出量の削減は今や世界最大の市場になると予測されていますその結果 IPCC は1.5度の目標を達成するためには CO2 の除去が必要であることを明確に述べていますつまり毎年 50億から100億トンの CO2 除去が必要だということですそれが結果的に世界最大の市場になるということえ、つまり年間300から400億トンの削減効果に比べて除去された排出量も必要なのですこの規模を理解していただきたいと思います10ギガトンというのは現在の石油ガス産業の2倍の大きさです これが何を意味するのか真剣に考えなければなりませんありがたいことに私たちにできることは本当に多岐にわたります森林を増やしたり炭素を土壌に注入したりするような自然に基づく解決策もありますまたダイレクトエアキャプチャーや海の局所的なアルカリ性を高めるなど純粋に人工的なシステムを利用することも可能です また岩石を鉱物化して二酸化炭素を鉱物に変えたりバイオエネルギーシステムと二酸化炭素の回収地中貯留を組み合わせたりするなど自然のプロセスを加速させることもできますすでに多くの企業がこれらのサービスを購入していますまた米国やその他の地域ではこの移行を加速させる政策が行われています今日はそのうちの2つの技術炭素の鉱物化と ディレクトやキャプチャーダックについてお話をします。炭素の鉱物化というのは地球が時間をかけて C O 二を石に変える自然のプロセスです。オマンのような場所ではこれが非常に早く起こります。これをより早く、より大きな規模で実現しようという企業がいくつかあります。その一つがフォーティフォーオーワンという会社です。彼らはオマンのオフィオライト工場で二酸化炭素を鉱物化し 基本的に大量の二酸化炭素をこれらの岩石を通じて除去させようとしていますもう一つ全く異なるアプローチを試みている会社がありますエアルームです石を砕いて広げて空気に触れさせるのですこれらの会社が急速に進歩し注目され投資を受けるようになったのは喜ばしいことだと思いますまたダイレクトエアキャプチャーという言葉をご存知でしょうか これは世界最大のプラントであるオールカの写真です年間4000トンですここレイキャビクでは空気を直接取り込み鉱物化をします近くで見るとこういった形ですこれは20万本の木が行う仕事を1 0 0 0分の1のスペースで行うものです非常に集中的で大量の CO2 を素早く除去することができます 最大のこちらの提案はカーボンエンジニアリング社のこのプラントですこちらは遥かに規模が大きく年間100万トンになります EOR と塩水貯蔵を組み合わせています現在これらの技術コストは非常に高いですただ今劇的なコスト削減も実現できていて今後の転換によってより大きなコスト削減ができると期待しています 重要なのはもしこれらの技術を大規模化してコストを下げることができれば世界の削減コストを毎年何兆ドルも削減できるということなんです。ありがたいことに企業が自主的にそのような取り組みを進めています。 しかし最終的には自発的市場をコンプライアンス市場に置き換えて気候変動対策の枠組みの一部としてこれらを義務化する必要がありますその意味では決して高価なものではありませんこの黄色いところは100万トン規模でダイレクトやキャプチャーのコストを示していますがこれは現在行われている多くの政策よりも既に安くなっていますまた1トンあたり1ドルの削減コストでは 持続可能な航空燃料よりも安いことが分かりますこれはコロンビア大学で行われた研究ですしかし最終的には規模を拡大するためには新しい政策が必要ですありがたいことに政治が急速に変化しているためこのような政策が数多く発表されていますダイナミックな政治があり賛成も反対もありますが 技術の存在とスケールする機会というのは新しく深くそして関係すべきものですありがとうございましたフリードマン先生どうもありがとうございましたそれでは今から東京大学の杉山先生の方にお話をお願いしましょう 冒頭にこのセッションの議長とそれから ICEF のオーガナイザーに感謝いたします。今日はダイレクトエアカーボン・キャプチャー・アンド・ストレージ DACS とそのス,コスケールアップのための課題についてお話ししたいと思います。DAC とはダイレクトエアキャャプチャーの略です大気中の二酸化炭素を直接回収するための化学・工学的な手法です。ストレージと組み合わせれば 直接空気中の炭素を回収し貯蔵する DAX になり二酸化炭素の除去 CDR またはネガティブエミッション技術として機能しますもちろん回収した二酸化炭素を地下に貯める必要はありませんそれを利用して例えば合成燃料を作ることもできます現在開発されている技術は大きく分けて2つあります1つ目はリキッドソリューション技術です 二酸化炭素を水に溶かすと弱酸性になるのでアルカリ性の水溶液を使って二酸化炭素を回収することができますしかしこの技術には高い温度が必要になります現在カナダのカーボンエンジニアリング社が開発を進めており年間1メガトンの CO2 回収量を計画しています。 アメリカのパーミアン盆地に工場を建設する予定です2つ目のクラスは固体溶媒技術ですこれらの技術は網のような固体溶媒をベースにして湿度温度真空スイングを利用して溶媒を再生するものです低温の熱だけで十分なのでこれはもちろん吸収体を必要とする1つの利点でもあります スイスにあるクライムワークス社はアイスランドに4キロトンの二酸化炭素回収発電所を完成させたばかりですダックスにはいくつかのメリットがありますまず環境面での大きな悪影響がないこと第二に立地上の柔軟性があることです 任備を避けるために砂漠に工場を建てることもできます CCS カーボンキャプチャーアンドストレージの歴史を見てみると多くの任備問題に悩まされてきましたですから DAX はこの問題を回避できる可能性がありますしかしコストの課題があります現在のコストは不明ですが CO2 1>, 1トンあたり600米ドル程度になると考えられます文献によると CO2 排出量1トンあたり100ドルま300ドルなどと減少していくことが示唆されていますがこれは相当なイノベーションが必要ですまた投入エネルギーも高いという問題がありますある計算によりますと年間10ギガトンのシークエストレーションを行う ダックスプラントでは年間40から100エクサジュールのエネルギーを必要とします。相当のエネルギーが必要です。ダックスが気候変動の緩和に重要な役割を果たすとしたらスケールアップしななければなりません今のところ年間1 0キロトンの CO2 を排出する規模でしょうか。あるいはパーミアン,ボンチの プロジェクトが成功してメガトンオーダーと言えるようになるかもしれませんがやはりギガトンのの規規模模ダックスが必要でですすこれは大変な規模です計算してみると必要なのは 26%20%30%、まあ、といった成長率を30年間移動維持していかなければなりません。 まあこれは長期にわたるまあ壮大な成長率ということになります。そのため政府は今その技術を支援しようとしていますし、ニッチな市場もあります。まあ実際には自主的な市場があり、企業から CO2 の回収を購入することができます。米国には税額控除制度があり、カリフォルニア州には低炭素燃料基準があります。これらはすべて追い風となります。 また今年はイーロン・マスク氏がダイレクトエア・キャプチャーのエクスプライズを始めました。これも素晴らしい助けになります。しかしスケールアップの課題は非常に大きいです。基本的に太陽電池で行ったことと同じですが、太陽電池の成功を本当に繰り返すことができるのか、これが現在直面している重要な問題です。ありがとうございました 杉山先生ありがとうございましたえ次はシュシー・タラッチ先生米国エネルギー省からです皆さんこんにちは参加できて嬉しく思いますシュシー・タラッチと申します米国エネルギー省の化石エネルギー炭素管理オフィスのチーフスタッフを務めています このような機機会を与えててくださった経済業業省と新エネルギー産業技術総合開発機構に感謝しています私は2050年までに炭素排出量を完全にゼロにするためにネガティブエミッション技術に行政が見出している機会についてお話をしたいと思います。最近の IPCC の6つの評価報告書は GHG の排出量を削減することだけではもはや十分ではないと示しています。 また大気中から CO2 を高級的に除去する技術にも投資をしなければなりません機構モデルによるとネットゼロの目標を達成するためには CTR 技術を大規模に展開して農業海運航運など航空など最も脱炭素化が難しい分野に取り組む必要があります急速な減災と並行して行わなければならず産業や国を超えた強固な戦略が必要となります バイデン政権は発足当初から気候危機に取り組むために政府全体で取り組むことを約束しました化石エネルギーオフィスは2021年7月4日にカーボンマネジメントを正式名称に追加をしていますこれは単なる名称並行ではなく焦点を歴史的に変えたものです具体的には気候変動に関する目標を達成するためにはエネルギーと産業部門を脱炭素化し化石燃料の燃焼に伴う炭素を管理しなければなりません また米国は増加するエネルギー需要を満たすために化石エネルギーにまた依存し続けていますが環境への影響を最小限に抑え今世紀半ばまでに存続する既存のインフラを脱炭素化し同じくエネルギー転換に直面している世界のパートナーから学び協力することが重要です。重要なのは CDR の展開に関しては活動を政権内で成功するためには我が国を悩ませているエネルギーの不公正さに対処するための努力をするということ。 私たちは環境正義とと公平性ををを優先しししエネルギーへのの移行が最もも必要としている人々にに投資の利益をもたらすすように尽力をします現在米国議会で行われている歴史的な超党派インフラパッケージのような投資にはネガティブエミッション技術の実証と展開をこれまで以上に拡大するという約束が含まれておりこれは脱炭素化の目標を達成するための重要なステップとなっています。 そししてて FCCM ではこれらの技術にフォーカスをしています例えばダイレクトやキャプチャー低炭素エネルギー源と拡張性のある利用や貯蔵を組み合わせたアプローチに投資をし CO2 利用コンクリートのように耐久性のある貯蔵の利用や地中深くへの貯蔵を可能にするまた炭素潮流の実証実験を拡大することで地下深くへの CO2 注入が可能な場所で全米に分散しているプロジェクトを増やすことを目指しています。 パートナーと協力をしてネガティブエミッション技術を推進していきますそのためにはグローバルな協力とパートナーシップが不可欠です世界的な気候変動へのコミット達成のためこれらのテクノロジーへの投資を確実に行いますグランホルム長官は4月のクリエネルギー大臣会合でエネルギー省が世界のパートナーと協力をして CTR に焦点を当てた大規模なミッションイノベーションを COP26 で開始すると発表しました これは複数の国による CDR の R&D の取り組みです今後はこのような話し合いの機会を設けてこの取り組みを推進し将来世代だけではなく現在の気候の気候変動の影響を受けやすい人々にとっても地球が目に見える故郷であり続けることができるようにしたいと考えています皆さんと一緒にこれからも議論を続けていきましょう それでは最後のプレゼンテーションです。秋元先生です。ライトからのご参加です。地球環境産業技術研究機構の秋元圭吾です。カーボンニュートラルのためのネガティブエミッション技術の低コスト化についてお話ししたいと思います。パリの長期目標は、 2度はるかに下回る1.5の目標を設定しています。2100年までにパリの長期目標を達成するためには CO2 排出量をマイナスにすることが必要で1 5度以下にするためには2050年頃までには CO2 排出量をネットゼロにする必要があると考えられます。少なくとも2050年頃には大量のネガティブエミッション技術 熱つまり二酸化炭素除去 CDR 技術が必要になります長期的なパリ目標に向けて複数の種類の排出削減パスウェイを用意しました将来の技術や社会の変化は非常に不確実であるため達成確率を高めるために 省エネ再生可能エネルギー CCUS ネガティブエミッション技術など幅広い選択肢を持つべきです。IPCC の1 5五度に関する特別報告書 SR15 で採用された統合評価モデル IAM による排出削減シナリオでは 直接空気回収モデル DAC は考慮されていませんでしたが SR15 の後いくつかの IAM を用いた研究ではモデル内で直接空気回収を扱うことで直接炭素回収貯蔵の DACS がパリでの長期目標に向けて大きな役割を果たすことが示されています。 例えばマージ e t l モデルによると1 5度目標の場合2100年には年間約40ギガトンの CO2 を直接大気中から回収・貯留する方法を経済的に導入することができます。また TIAM と WITCH モデルによると 1.5度のモデルは、2100年に熱を経済的に低化展開する目標として直接回収貯留の最大開発レベルを想定した場合、年間約30ギガトンの CO2 となってきます。ダックスのおかげで。 限界削減コストを大幅に削減することができます DAX は空気中の低濃度の CO2 を回収するために大きなエネルギーを必要としますしかし BEX と比較して必要な稼働時間はかなり短くなります大規模な CO2 貯留ポテンシャルと 低コストそして大量の再生エネルギーがある地域では低コストで活躍する DAX を導入する可能性があります。ライトが開発した環境評価モデル DNE21 プラスという技術を使って日本でのネッツの評価をお見せします。この図は度シナリオと 2050年に GHG 排出量をネットゼロにした場合の日本のセクター別 GHG 排出量を示しています。実際にはいくつかのセクターで GHG の排出量を大きく削減する必要があります。しかしダックスベックス植林などの熱は CO2 以外の温室効果ガス CO2 やその他のエネルギー関連の CO2 の残留排出量を総裁しより経済的に目標を達成することに貢献することになります。これは2050年の日本の一次エネルギー総供給量です。2050年に日本でネットゼロエミッションを達成するためには省エネ・再生可能エネルギー・ CCS ・ 水素アンモニア合成燃料などのさまざまな選択肢が経済的であると考えられますベックスやダックスなどのネッツによりネットゼロエミッション目標の下でも CCS を備えた化石燃料を使用することができます 次に日本における2050年の排出削減ポテンシャルとコストをセクター別技術別にご紹介いたします植林ベックスはダックスよりも安価になりますが土地の利用可能面積に制約がありますダックスは国内での CO2 貯蔵量や海外への輸送の可能性に依存する日本においても バックストップの技術として役割を果たすと考えられます最後にネッツのグローバルの役割についてお話ししたいと思いますえつまり世界のセクター別 CO2 排出量と2050年の排出削減コストです我々の参考例では 約27ギガトンの CO2 を排出する献しまが将来の技術改善レベルは非常に不確実ですが PV と風力発電が伸びる想定によってはより大きなコスト削減が可能になります。 ネッツの CO2 は約20ギガトンで25ギガトンでネットゼロエミッションに貢献します。またデックスの削減コストやバイオエネルギーの利用可能性も不確定です。これらの制約を考慮すると、ネッツの役割は年間約15ギガトンの CO2 に縮小されますが、それでも大きな貢献が期待されます。 最後に CO2 の貯蔵ポテンシャルが10ギガトン CO2 以下と小さく制約されていると仮定すると CO2 の限界削減コストが大幅に上昇し世界のネットゼロエミッション達成の難易度も大幅に上昇することになります。最後に次のような結論を申し上げます。 ソーシャルイノベーションを含めた省エネ再生エネルギー CCUS 水素アンモニア合成燃料などさまざまな選択肢は 日本で2050年ままでににネッットゼロエミッションを達成すするために重要となります一方日本の温室ガス排出量をゼロにするためには DAX や BEX などのネッツが非 CO2 系温室効果ガスやプロセス CO2 などのエネルギー関連 CO2 の残留排出量のオフセットに貢献しより経済的な目標を達成することができます。 ダックスやベックスは日本よりも世界の方が低コストで大きなポテンシャルを持っている世界のネットゼロエミッションの達成のためにネッツは重要な役割を果たすすでであろううとということです特にダックスはバックストップ型の技術として低い役割を果たすことができ技術開発のコスト目標を含めた気候変動緩和コスト全体の管理にも貢献することになります。 ご清聴どうもありがとうございましたスピーカーの皆様本当にありがとうございました非常に興味深いお話をいただきましたまず一番最初に秋元先生のお話の中で日本のお話が出ましたので日本の役割そしてどのような機会があるかネガティブエミッション技術について日本ではどういったチャンスがあるのか秋元先生 のお話の中でご提案なさっていたと思いますけれども例えば世界は日本よりももっとそれがうまくできるところがあるのではないか日本のキャパシティはちょっと限度があるという話があったかと思うんですけれどもそれでよろしかったでしょうかそして杉山先生もうこのトピックについて日本のオポジニティは何かという話なさってましたよね。ありがとうございます 今おっしゃられたように CCS の日本における可能性というのはやはり限度があると思います。やはり世界と比べると限度があると思います。ただ、日本ではやはり CO2 の貯蔵に関する可能性が大きいと思うんですね。そして、この CO2 を海外に持っていくというそういったポテンシャルもあると思うんですで、そして再エネのコストというのは日本においては特に風力発電そしてまた太陽光 PV のコストはどちらかというと海外と比べると高いんですそして日本の条件を考えますと 日本ではいろいろな技術そして対策が必要になってくると思います。例えば DAC というのがやはり経済的にいいオプションであるかと思います。2050年カンボニュートラルを日本は宣言していますので非常にたくさんのオプ o r t u n i ティを持ってさまざまな技術を使う。 その中にはやはりダイレクトやキャプチャーストレージダックスなども使えるかなと思います杉山先生は何かいかがでしょうかサンドル先生ありがとうございます秋元先生のポイントのフォローアップですがやはりダックス必要だと思うんですね私のプレゼントも言いましたがやはり ロケーションのフレキシビリティというのもあると思います。ghc。を減らすえ、ここで少なくとも待機中から co。2を削減するえ、そしてこの？検査場の時間利用というのがあります。けれども、まどこから待機から削減しようが、それはどうでも構わないと思うんですねえ、そして。 キャプチャーの技術なんですけどこれはダックじゃないんですけれどもこのアベックスというのもやはり回収急増ですよね例えば UK などで三菱もプロジェクトに関わっていますけれどもさまざまな企業でいろいろな技術を持っている会社がたくさんありますですからこの回収という技術 をより発展させるただその地中のどこに埋めるのかというのが一つ問題ですよね。そのロケーション的なフレキシビリティというのでいろいろなシナリオを考えているんですが日本企業が例えば中東とか非常に砂漠のようなです、ね、太陽が照っていてそしてそういったとこ,ろのところで回収プラントを作ってそこで運用するというようなことも考えられると思いますしまた特にダーク関係で いな国ととと契約ををするる協定を結ぶというのもあると思いますでオペレーションは日本企業がやるとで日本がそのクレジットを得るというようなことできるかと思いますただでも非常に複雑だと思います私の理解が正しければこのパリ協定の第6条というのがあったと思うんですけれどもその緩和の 緩和ののとといいうのがあったと思いますこれはこのクレジットまたは CO2 回収の国際的な一行トランスファーというのもあると思いますですから今小さな市場でそれほど詳細は考えられないんですけどもこれから先を考えますとやはり法的な問題というのも我々は考えなければならないかと思いますありがとうございますフリードマン先生 私たちはアイスフルードマップをカーボン炭素の鉱物化で出したばかりですよね。これ見たい方はウェブサイトでコピーを取っていただければと思うんですけれども。 お話ありましたようにこのパワーポイントにありましたように非常に今ですねこの世界中でも知識が少ない部分ではあります。これはやはり日本にとってもチャンスだと思いますかそれほど理解は深まってないかもしれませんけれども炭素の鉱物化というのにネガティブエミッションの技術を使うという機会はどうでしょうかはいもちろんそうだと思いますよイエスだと思います。日本は本当 本当にリソースが潤沢なんですねそして炭素鉱物化ができる可能性があると思います一般的な例えばこの、えー 玄武岩だけではなく質の高いその鉱物のデポジットがあるんですよねそして簡単にそのブルーサイトですとか例えばカルシウムですとかマグネシウムですとか化学反応が起きやすい岩がたくさんあると思いますですから CO2 が簡単に化学反応を起こす鉱物があるということなんですねそしてその中にもその熱ダイナミックエネルギーというのがすでに入っているわけですですから日本は本当に天然資源としてもこのような CO2 の回収の仕方 をするるのにに非常に恵まれているんですねですから日本がぜひパイオニアとなってこのテクノロジーを進めていただきたいと思います。フィールドテストをぜひいただいていただいてそしてよりこのポジティに対して学んでいただきたいと思います。オーディエンスの方このあまりご存知ないかもしれませんけれども今話しているのはどういったプロジェクトがいいかということで,で炭素の鉱物化が この日本の CO2 の回収にどう役に立つかということなんですがまあの簡単に言いますと炭素の鉱物化というのは非常に自然の反応ということで非常にシンプルなものなんですね大気中の CO2 が雨と一緒になってそして炭酸になってその炭酸が この鉱物と反応して新しいこの炭酸マグネシウム炭酸カルシウムみたいなものになるわけです。その炭素鉱物化がその反応を促進すするわけです理想的に言えばこのたくさんの,その日本におけるローカルでの,この資源を見つけてそして化学反応を早く起こすというのがいいと思います。でこの 可能性は非常に大きいんです例えば1ギガトンぐらいのものを毎年毎年やる減らすことができるかもしれないそして地球の近くの中にはたくさんのミネラルがありますからまあ、本当に無限に CO2 を獲得できるんじゃないかと思います私がこの話をした時にあの政策決定者であるとか産業界の人たちもほとんどよく分かってなかったんですね、えー、三菱も それからまた鉱山例えばリオティントとかデビアスとかこういったところがこの技術を見てそして CEO 政策鑑定者そして投資家の方たちというのも興味を持って頂い,いて可能性が高まればいいなと思っています。デビッドさんんんちょっと音が聞こえませんすいませせすいニューヨーヨク ま本当にあのアパートの横でえしょっちゅうサイモサイレンが鳴るんでその度に切ってましたすいません。ロードマップ、ICF のカンファレンスで今日まあそのドラフトを発表したわけですけれどもこれがもっとこれから可能性が大きくなっていけばいいなと思います。世界中でいろんな可能性があると私は思うからです。 非常に興味深い質問がオーディエンスから入ってきておりますこういった質問が出ていますターゲットコストネガティブエミッション技術の2050年のターゲットコストどこら辺にしたらいいのかどこら辺を目標にしたらいいのかという質問ですターゲットコストありますか、えー、例えばダックスのコストというのが一番この選択肢の中では高くなると思います それからまた10年20年ぐらい経ったらこのコストは劇的に下がると思います2030年ぐらいには300ドルパートンまたはそれ以下になるかもしれません2040年ぐらいになれば200ドルぐらいになるんじゃないかと思いますこれが熱の中の一番高いテクノロジーですから他のはもっと低くなりますバイオ水素であるとか CCS とかそれからまた先ほど言った鉱物化みたいなものはもっと低くなると思います。 ターゲットコストという名前をつけるのはちょっと私は反対です。えー、毎回コストを下げるごとにえ地球を救うコストがどんどんと低くなるというふうに考えた方がいいと思うんです。例えばダック300ドル になれば実は3兆ドルぐらいが削減で削減されるということになるわけです例えば200ドルになれば5兆ドルぐらいが削減されるというふうに考えた方がいいんですターゲットコストじゃなくて一番低いそして一番安くなればそれだけ地球を救うだけのコストが安くなるという考え方をすべきだと思います秋元さん何かここに関してはあるんじゃないですか IPCCSR15 によると限界削減コストというのは700から400ぐらいだと思います1.5度を目指すためにはカーボン価格はとても高いですよね。 2050年でカーボンニュートラリティを目指すということになるとこのようなターゲットダックスのコストダックとかそれからまた貯留のコストというのは今のコストであってもいいということになります。700 1> 1トンあたり700でもいいといととうことになりますでも DAX のコスト削減が進んで200ドルとか300ドルぐらいまで2050年までにはなると思いますからそこら辺がまあ妥当なターゲットコストではないでしょうか。で カーボンニュートラルティを2050年に達成するためには大きな貢献になると思いますもう一つ質問が来ています木についてです木というのは重要な二酸化炭素吸収の一助になるわけですけれども森林についてどう思いますか つまり植林をして森林を増やしてそして CDR を目指すというのはどう思いますかということです現在植林を効率化するという努力がなされていますもちろん木に投資をするということはスマートでいいことです木は CO2 だけではなくてそれ以外にもたくさんのメリットがあります。しかし木が CO2 の除去に貢献するというのは116の原子がある上でその中で原子ということを考えるとたくさんの葉っぱが増えるということはそれではなかなか間に合わないということになってしまいます。ですから 植物の遺伝子を変えてそして根をもっと深くするとかいう考え方もありましたが現実にはそれはとても難しいということが分かりました。それから木には水が必要です土地が必必要要でですすす土まままた燃えてしまいますということでトレードオフというのがどうしても木にはあるということになります。 ですからもちろん木は必要ですできるだけのことはしたいしかしながら国立アカデミーそれから英国アカデミー IPCC も同じ結論に達していますつまり木に関しては最大限のことをやったとしてもそれでもやっぱり重要じゃないから工学的なソリューションが必要だということになるわけですアメリカの国立アカデミーにおいても木を増やすというふうにしても25%ぐらいしかならないということは残りの75% とは工学的解決策でいかなければならないということでそれ世界的な話ですかそうです世界の数字です、えー、アメリカのもありますけど今申し上げたのは世界の数字ですでは杉山さんの方どうですかあなたもそう思われますかちょっと違うことを申し上げたいんですけれどもでもまあ金利は関係あります例えば森林をま作るコスト というのはフリードマンさんが言っていましたように非常に高価だと他の CDR とかネガティブエミッションのオプションいろいろありますけれども木を植栽するというのはそれよりはコスト安いですよね。ただ彼がおっっしゃっているように 可能性として例えば山林火災ですとかそしてまた木がもう成長しないで CDR ができないとか光合成ができないとかそういうことになるわけですよねでカーボンアップテイクがないということになるわけですよね。ですから 忘れがちなんですけれども緩和というのがやはりプラオリティです。えつまり排出削減ですよね。でなぜ CDR またはネガティブエミッションと言っているのかというのはその削減だけでは十分じゃないからです。ね例えば非常に CDR がコストが低くなってもえでもえこの排出削減はできないと。ですからいろいろ我々が言っているのはこの緩和削減。 プラス CDR だと思います。ちょっとあの私のメッセージを誤解されたくないので申し上げました。またテクニカルタームとして CDR への興味なんですけれども、いろいろな方がこのモラルハザードですとかそういったようなことを言ってますよね。それは避けなければいけない。ただ政府とかも。 排出削減とと CTR のターゲットを分けているところがありますこれが正しい方向だと思います。CDR というのは重要なんですけれども、ただこれは排出削減を保管するものだと思います。そしてエミッションの技術というのもそうだと思います。非常にこの政治的な問題として非常に重要だと思います。やはりこの排出削減抑制というのをお話がありましたよね。ただ人によってこの CO2 除去に投資をすると、この排出削減がスローダウンしてしまうのではないかという点の人もいます。それについてはどうでしょうか。ま変なご意見だなと思うんですね。ダイエット効果があるからがある限りあってもこの体重は減らないと言っているのと同じですよね。それはま全く我々次第だと思うんですよ。全く我々次第だと思います。 自分たちがコントロールできる部分だと思います政策を作って削減させるというのはそれをやればいいわけです変ではないですよね例えば菅山先生が今お話しされてましたけれども排出削減をしなければいけないと 削減目標そそそそそしししててののののアウトカムを義務化しななけければいけないいい上に状況とととううううがあるというのはそうだと思うんですねただこの企業も非常に真剣にやっていますそして非常に削減のコミットメントを強く持っていますしそして2025年をターゲットし2030年のターゲットを持っていますプラスこのその上に状況のコミットメントをしているわけですよね。それは一例になると思うんですけれども例えば政府もそれに従うというのがいいんじゃないでしょうか。ですからいいろろ いんな懸念があるのは構わないんですけれども何かしななけければいいいというのは同じですよね何か,この何かを始めているという意味ではみんな何かを始めているんじゃないでしょうか。どうぞ。フリードマン先生のおっしゃる通りだと思います。解決可能です。スマートなこの政府の方針、そしてまた企業方針というのを出さなければいけないと思います。で、このモラルハザードの話なんですけれども。 やはりこの状況の必要というものを考えてもより気候変動の気候危機というのはそんなに大変なことじゃないと思うんですよね解決できると思いますですから CDR ネガティブエミッションというアイデアを使ってモチベーションを人々に与えるというのはありなんじゃないでしょうかありがとうございます面白いアアイデアですねそして政策 という観点からは今ワシントン DC でいろいろな CO2 の除去ですとかそういったような対話が行われています国際的な O.D.S の方々にアメリカの実情を今お話しするのもいいかなと思うんですが非常に大きな他国への発揮効果があるんじゃないかと思いますワシントンではどうでしょうかちょっと今ワシントンではどうなっているのかそして今この連邦議会を通った法案としては今どうなったものがあるのか ちょっとお答えできればいいんですけどこれじゃあ法案が通過しているのかしていないのかちょっと言えればいいんですけども今のところこれからは通過するかなというところかなと思うんですけどもでもまだ交渉中だと思いますまだ我々が話している最中でも今交渉中だと思います。 CO2 の状況についてはいろいろな情報がありますよね、非常に興味深いです。インフラ法案の中には3.5ビリオンドルがこの DAX のハブに投資されると言われているわけですね。ただ、まだまだそれでは足りません。最も重要なのはやはり3つとか4つのプラントでこの資本市場のリスクを取らなければならないわけです。そしてまた このカーンキャクチャーの優遇税制というのもありますよね。で今のこの法案の中では1トン当たり180ドルということになっています。これがやはりビジネスモデルとして重要という基準です。ただその条項ってまた森林を蘇らせるというのもありますよね。そしてまた農業。 そしてまた土壌の CO2 についてそしてまた CO2 パイプラインそしてまたファイナンスローンというものが例えば運輸省ですとかそういったところでも話が行われていますさまざまな政府のアフロージがあります私は心からそれができればなと思います加速されてさまざまなオポチニティにつながっていけばいいなと思っています でまたその実証実験の中でそのエネルギー賞の中でですねいろいろお金が使われています。鉱物化ですとかバイオエネルギー CCS そして DAX いろいろ使われています。フリードマン先生と私はですね黄砂として昨年このコピックでアメリカにエネルギー化をとエナジャイズにアメリカをというのを書いているんですけれどもまあ今 今日ですね、この日本語版が出るということで本当にワくクワクしてるんですけど、ぜひ皆さん、コロビア大学のセンターフォーグローバルエネルギーのところにも行っていただいて、またウェブサイトに行っていただいて、日本語版が出ると思いますので、そのトピックぜひ見ていただければと思います。ASF のウェブサイトへのリンクもあります。ぜひ見てください。また、もう一つ質問が来ています。 CCS をもっと世界的に普及させるにはどうしたらいいんでしょうかまあこれはコストにも関コストにも関係ありますよねどうやったらもっとこういったプロジェクトを普及させることができるんでしょうか秋元さんどうぞ CCS の実証 が重要だと思います投資リスクを減らすということです特に民間企業に対しては重要だと思います CCS のコストは例えば50とか60ユーロパー CO2 というのに 比べてみるとこれ EU の ETS の数字ですけれども非常に経済的にも有効であると思います。CCS を使うということはそんなに経済的に見合わない話ではないわけです。ですから民間企業の投資としても見合うと思います。ですから民間企業の投資リスクを減らすために CCS の実証をしていくということが重要だと思います。あと安定した 炭素価格も重要です炭素価格が上下変動してしまうとあまりにも乱高下があるということになると民間企業は CCS ののプロジェクトに大型の投資をしたくなくななりますですからカーボン価格を安定化させるということが重要だと思います。 それに付言します世界のほとんどのところでこういった CCUS のインフラがないんですあパイプラインとか産業ハーブとか貯留サイトとかこういうのがないとダメなんですね。ですから通常の発電インフラとは違います。 ヨーロッパはこの分野においては進んでいますハブとかクラスターとか作っていますアメリカは今政策を導入してパイプラインを構築しようとしていますがこういったインフラが増えることも重要だと思います私も復元していいですかもう一つの側面があると思いますこれは一般の人たちの理解ですえ CCS とか CDR とかだけの話じゃなくて フリードマン先生アメリカにおいては非常にスマートな意思決定をしていますが日本を見てみると可能性はあります。CCUS に対する地方のプロジェクトがあんまり進んでないというのは少しそこで反対にあるわけです。例えば CCS を海外に輸出するという話が出ているんです。えー、というのは私たちの国の中で貯蔵場所を探すということになるとどうしても反対がある日本は人口密度が高いのでまあ貯留サイトはあるんですけれどもしかし人口の動態的なことを考えると難しいということになるわけです。なぜ ダックがいいと思っているのかそしてこれが柔軟性があるからいいと思っているのかというと賢くやれば任意の問題を避けることができますフリートマン先生確かにまだ好物化のロードマップは読んでいませんけれども個人的には 放物化を大規模にやるのは一般の人たちのまあ理解を得るというでは難しいんじゃないかなと思いますまだ読んでいませんので私自身もリサーチのトピックとしてこれから勉強してみたいと思っていますフリオさんどうですか一般の人たちの理解ということに関して社会の責任つまり一般の人たちの理解 これを考えなければなりませんでも一般といっても全員が一般じゃないわけですいろんな人たちがいます日本の中にもいろんな意見がある世界中にもそしてアメリカなんかでもいろんな、例えばカリフォルニア州の中だっていろんな意見の人がいるんですですから一般の人たちがそれを受け入れるかどうかというのはま常に近視眼的なものが多いわけです杉山さんがま今真剣におっしゃってくださいましたけれどもこれは解決できると思います これは克服できる問題だと思っていますちょっと時間なくなってきましたねあと一人だけ質問が出ていますフリードマン先生の方から答えるんじゃないですか、えっと、CO2 の鉱物化のコストを教えてくださいということです。えー、コストのレンジはあんまり役に立ちません10ドルから1,000ドルぐらいまでこれ1トンの話ですがあるからです。 いろんなタイプのプロセスいろんなタイプの鉱物クラスがあるからです。ですから炭素の鉱物化というのは8種類とか9種類とかいろんなものがあるわけです。これは例ええば ゲームガンをどうやって砕くかとかそういったようなものがあるわけです。ということでこれから先やっていけばパフォーマンスも上がってコストも下がってくるから問題は克服できると大変私は明るく未来を思っています。200ドル300ドルぐらいだとしたらこれは100ドルぐらいにはもう15年とか20年でいくと思います。あと1つ えー、真さんにお祝いいいを申し上げたいと思います、えー、クライメートモデルで今回のノーベル賞を受賞された学者ですけれども彼は30年前からこの話をしていたわけですよね JPL で、えー。そしてその時に楽しい。 といいう言葉を使っていますつまりこの気候問題を研究するのは楽しいんだということなんです。ですからネガティブエミッション技術も楽しい技術なんです。楽しいことにならなければならないということです。フリードマン先生、まさにこのセッションを終えるのにふさわしいお言葉をいただきました。皆さん、この会議を支えてくださいました。事務局の方々、皆様、本当にありがとうございました。 非常に素晴らしいスピーカーの皆様そしてまた皆様の光景に本当に心からお礼を申し上げます。